はい、今回の話は GR クリーチャーについて、まあ、こんな感じでマスターレアと、あとまあデッキから出るやつと普通のパックのやつがあります。まあ、一回ね、これをこうシャッフルしましょうと。で、まあ、適当に並べますと。で、換気さんちょっと当ててみ。これパック。はい。で、これがデッキ。はい。で、これがマスターレア。はい。今回のテーマはこれになります。これですね、なんと仕込みでも何でもなく、裏面でどの種類のカードが判別できてしまいます。要はパックから出たカードなのか、デッキから出たカードなのか、マスターレアなのかが一発で判別できてしまいます。これ皆さんお手持ちのカード見ればわかると思うんですけど、このパックから出たカードが一番明るいです。で、その後、まあ、こっちの方がちょっと色が強くなります。これがまあデッキ版ですね。で、さらに色が強くなるのがこのマスターレア。なので、色が強い順になんと識別できてしまいます。で、この事実多分表沙汰になってません。ただ、ごく少数の人だけ気づいてる可能性があります。なので、もし CS とか、まあ、GP もそうなんですけど、スリーブついてないやつがいたら、ちょっとやばいので、一回ジャッジ呼んでください。これスリーブつけさせないと不公平な試合になってしまいますので、皆さん、対戦相手がもしノースリーブで GR ゾーンのカード使ってたら、絶対にスリーブつけさせましょう。というわけで以上、今回は GR ゾーンについての注意喚起でした。